どうも世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1月3日朝でございますです。はい、もうね、新年3日連続で来てますね。はい、で、おそらく3日連続でエヴァをやると思いますですな。はい結構幸せね、うん、結構期待もしてるんでね、うん、はい、いい台取れればいいなと思ってます。はいはい、今日の目標なんですか。今日の目標、うん、今日の目標は1ボーナスでひねり打ちを20回成功させることです。20回すごいですね。いや、もう必ず2個コストですね、うん、できたら褒めたたいてほしいね。確かにね奇跡だよ。はい、ギネス乗ってもいいと思う。うん、ってことは表記が1440になってるってことですよね。すごいね、そう考えるとねもう無理だけど、ぜひそれを見せてほしいですね頑張ります。はい、じゃあ行ってきます。はい、どうもはい、こんばんは。1月3日の結果報告していきます。はい、はい、今日もね、まあ、朝一の報告動画でもお伝えしてエヴァ狙ってったんですよね。うん、うん、まあちょっと余るいつもの店、よく行くお店で売ったんですけど、はい、まあ、打つ前にまあ台見て、うん、いや、明らかに今日は、締めてるなっていう感じでしたね。だったね。うん、ちょっと打ってなかったよね。まあ打ったんですけどね。ああ、終日な。終日打てなかったね。終日そうですね。うん、はい。いやー、もう明白でしたね。へそは締めてるし、うん、まあ、へそは、うん、まあ、大きく打てられて、まあ、打てるへそじゃないし、うん、ワープがやっぱりがっちり締まってたんで。そうね。はい、そこが一番でかかった、ね。うん、で、ちょっとあまり試したんですけどね、まあ、奇跡の回転数を信じて。うん、まあ、やっぱりまあ、待ってこないなっていうのは。感じてね。うん、はい、だったね。20回21回ぐらいだったか。20回なかったぐらいですね。うん、はい、で、まあ、こう他の台も見てもまあ打てそうになかったので、うん、まあやっぱり言うても年始ですからね。まあね、はい、本来の姿だから、うん、それでも頑張ってる子なのかな、もしかして。そうでもないか。いや、頑張ってはいないと思うんですけど、まあ、まあまあまあ、ずっと頑張ることなんて不可能なんで、それは。まあ、うん、うん、はい。ですね。で、うん、まあ、しょうがないなってことで、お店変えていって、うん、うん、そこでまあ、いろんな台を僕は打っていったわけですよ。はいはい。まあ、僕で言うと、アリア AA を打って、ジューシー派に打って、刑事漆黒を打ってっていう感じだったんですけど、うん、はいはい。はい。で、西村さんがね、あのマクロスのアマレジ77タイプを。うん、初めて打って、そう、初めて打って、うん、で、かなり爆発しましたね。したね。すげえ連チャンした。まあ、77% ぐらいですよね、あれ、継続率が。うん、らっしゃったらね、うん、シーフォリアスペックみたいな感じですよね、多分ね。そうそうそう、 51% で確変入って 77% でループするみたいなタイプの、うんうん、でそれで、連チャンが、37連チャン。すごっ気持ち悪いよね。シンフォギアよりだってね、シンフォギアチャンスの連チャン率低いのに、うん、そんだけ連チャンしたってことですもんね。うん、もういつまでも終わんねんじゃねえかと思ったもんね、後半も。うん、2時間半から3時間ぐらいずっと当たりっぱなし。うん、うん、獲得出玉表記で2万3000ぐらいかな。すごいっすね。アマネジだよ、77分の1だよ。うん、2万3000って1、おかしいだろって。うん、うん、素晴らしい。うん、で結構なんか僕も打ったことないくてよくわかんないですけど、うん、ボーダーも低くて結構使える台の可能性があるみたいですね。あ、そう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 、ボーダーがね 15. ちょっと、うん、とかで、うん、そんなに甘いって知らないで座ったんですけど、後で座りながら調べてたら、うん、すげえ甘いじゃんこの台ってなって、うん、うん、うん、で、まあ、左もちょっと効くし、うん、うん、ね、止め打ちとかもできるし、うん、かなり使えると思われますよ。うん、素晴らしい。うん、なんでその台打とうと思ったんですか。なんか、
まず77分の1、はい、うん、で甘いなって、普通によくもあるんだろうなと、ひねり効いたら美味しそうだなって思って見てたんですよね、うん、最初、うんうん、でなんかマイナスが少なかったイメージだったんですよね、うん、うん、で鎧がそんなにマイナスはなかった、まあ多分ノーマルだと思うんだよね、はい、ノーマルでへそもまあ若干開いてたと、うんうん、でワープも普通だったんだけど、まあこれで18とか回ったらいいんじゃないのって思って、うん、座って弾借りてる間にいろいろこう調べてて、うん、ボーダーが15点ちょっとだと、うん、おいけんじゃねっていうことで打った、はいはいはい、うん、そんな感じでしたね、うんうん、だ目立ったマイナスなかったから座ってみたって感じでした、ね、うん、あ、いいですね、うん、はい、あ、僕はあとそうだ、筋肉マンのアマネジムってあれもかなり技術会議に効くんですよね、うん、10回転の連続中に左右に打ってへそをためてっていうのもできるし、ひねりもできるし、サポ止めも多少増えるしっていうのがあって、うん、使えるから打ったんですけど、ちょっと回転数が足らなくて、まあ追いかけられなくて、はい、うん、でジューシーハニーどうだったんだろう、ジューシーハニー結構良かったのかもしれないですね、うーん、はい、まあひねりは相変わらず7割ぐらい決まる台なんで、うんうん、まあ、サポ止めであんまりそんなに増やすことできないですけど、はい、まあまあだったのかもしれないですね、あんまりちょっとそう今日僕のお笑いの相方と打ち合わせをしてましてはいはい、はい、そうですよね、秋山さんの説明え急に話変わったんですね。急に話変わった。はいはい、うん。お話ししたんですね。うん。そう、打ち合わせがあったので、まあ、来ましたね。はいはい。はい、まあ、ティーチャー元気そうだったんで、相方のティーチャーね。うん、相方さんのね。はい、うん。頑張ってましたね。その感想何それ。いやいや、いや、うん、何の話したんですか？ああ、M1。まあ、毎年出ようって話してるので、はいはい、はい、今年の M1 どうするかみたいな打ち合わせ、うん、ですかね、はいはい、うん、M1 ってさ、いつなの、うん、あれ予選から行くわけでしょ、うん、予選開催がいつも何月なの、あ、一応7月から始まって、はあ、そうで、前回は早めの方に申し込んだんですけど、まあ、自分である程度決められるんですね、何日がいいかって、うーん、あ、そういう仕組みなのか、そうなんですけど、まあ、9月でも大丈夫ですよ、1回戦は、はい、マジでそんなに期間あんだ、2ヶ月もあるじゃん、うん、7から9ってさ、やっぱり1回戦は長いですよ、それは5000組がぐらいが応募してるので、あ、そっかそっか、1回戦はちょっと多く取んないとね、だんだんスパンが短くなってきますけど、はい、はい、なのでまあ1回戦はまあ旅終わって帰ってきて そっからもう指導していきましょうっていう、まあ、結論だったので、うん、今正直言うあんまりね、お笑いのことを考えていくっていう余裕は僕はないので、はい、そうだわな、うん、むしろ今ここにね、旅のに集中した方が僕らのためになると思ってるんでね、うん、はい、そうね、うん、それはありがたいですね、僕からしてもね、うんうん、っていうことになりましたね、はい、あとまあお互いに近況報告話したりとかして、うん、相方も YouTube やったりとかなんかね、いろいろアクティブにね、いろんなところに呼ばれて行ったりとかして、個人の司会やったりとか、アクティブに動いてるんでね、うん、さすがアクティブラガーマンですね、アクティブラガーマンじゃないですね、いや、うん、ポジティブラガーマンですけど、ですよね、はいごめんねなんかえ、いや、でもいや、ちょっと今日は分かりやすいボケにしようと思って、はいはい、もう今素で間違えてるかと思いましたけど、ああ、はいはい、ごめん、分かりづらかったなまあそんな感じですね、はい、もう一回ちょっとパチンコの話に戻るんですけど、はいはい、すいませんね、ちょっとね、はい、その後ね、また3店舗目行って初めてね、バジリスク売ったんですよね、はいはいはい、はい、まあ、前から結構気になってたんですよね、なんか結構騒がれてて、うん、おぼろポケットでかなり回るみたいなね、はいはいはい、気になって売ったんですけど、うん、どうなんですかね、結構使える可能性も出てくる台だなと僕は掴んだ感じですね、ちょっと2500万ずつ打ったんですけど、うんうんうん、理由は、通常時の右ダメにそんな球がリスクなく貯められる、うん、ですね、あとは、はい、おぼろ小球打ち、僕はこれちょっと聞きたいんですけど、僕は強み打ちをすることで
おぼろポケットにめちゃくちゃ入ると思うんですよ、うん、理由はやっぱり強くすると下のおぼろポケットのルート行きますよね。ルート行った時に強く行ってるからまあおぼろポケット方向に向かっていくんですよね。弱かったら上に上がっていかないんですよ。死んじゃう、卵の勢いが死んじゃう、うん、でおぼろポケットの左のところで落ちちゃう。でまあそういう仮説を立てて実証したら、まあ正確に測ってないですけど明らかにやっぱりねおぼろポケットの入賞個数が増えたんで、まあ、それに伴って回転数も増えると僕は思ってるんですけど、うんうん、これ実際どうなのかっていうのをちょっと意見皆さん教えていただけたら嬉しいですね。ぜひ教えてください、うん、あんまりどこの強さにしたら回るとかストローク系は書いてなかったので、うん、僕もそんなストロークにこだわるタイプではないんですけどこれは結構ストローク次第で結構変わるんじゃねえかなと僕は打ちながら思いました。うん、なるほど。なんか俺ちょっとやってみたけど変わんなかった感じあったんだけどな。なんかそれよりもへそに到達するときに、はい、なんか強く行きすぎちゃって、うん、うん、なんていうのへそあたりでこうごちゃ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 ってして、うん、落っこっちゃうイメージがすげえ強くてさ強く落ちたときにね、うん、そう感じて、うん、それよりもボールポケットにたくさん入れた方が回るのか、うんうん、ちょっとそこわかんないと思ったね。なるほど、うん、教えてほしいですね。はい、ぜひ。した。はい。まあそんな感じで、結果発表。今日の結果はですね。はい。まあ期待値そんな詰めなかったと思ってるんですけど、うん、プラス4万多分2000円ぐらいだったと思います。うん。ですね。プラスです。はい。はい。よかったよかった。まあね、完全に西村さんのそのマクロス、アマの爆発で聞いてって感じですね。まあそうだね、ちょっとラッキー感はあるけど、うんうん、まあでも、勝ちは勝ちです。はい、うん、素晴らしい。なので、明日、明後日、同日なのでね、まあ、今このタイミングで開けてくるってことは、多分そんな期待してませんのでね、そうね、明日、明後日がちょっと心配なんですよね。だね、明日、4日と5日か、まあ、特になんもないもんな、うん、な。うん、まあそんな時こそできるね、ことをやっていきたいなと編集とかね、うん、まあ、ありますんで、そうですね、はい、そういうふうに考えてます。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、以上です。はい、はい、じゃあバイバイ。Thank you.
忘れ